はい、いつもありがとうございます。BGB の IM117 ですね、通算23回目の新しいイマキュレートです。よろしくお願いします。はい、いつもと同じく18スポットのドラフト形式です。先に抽選してドラフト順位決めてから開封。店長が約36枚出現しますが、18、ね、スポットに、カード、ね、仕分けして、でお客様がドラフト順位に応じたスポット、ね、カードセット数選んでいただいて店長にメールしていただくという形式です。まあ、いつもと一緒ですね。はい、じゃあサイコロ、2つ振って足した合計ランダマイズします。ドラフト順位を決めてから開封です。で1と1の2は振り直しとなります。いきます。はい、お、回ってますね、綺麗に。はい、5と1で6回ですね。いいですかね。はい、じゃあ行きます。6回抽選。1 2 3 4 5で次が6回目いきます。せーの、ポチ。はい、6回目ですね。5の1の6回、6回ランダマイズ。ドラフト1位は NSR さん、なんとワンツーフィニッシュ、おめでとうございます。すごい、ニスポですよね。はい、ニスポでワンツーフィニッシュ。はい、 BGB の IM117、ドラフト1位と2位が NSR さん。はい、長いね、下の時がかなり長かったようですけど、はい、ようやく1位が取れたと思ったらワンツーフィニッシュです。おめでとうございます。ドラフト3位がテマさん、ドラフト4位が M28 さん、ドラフト5位がミンさん、ドラフト6位が、レアさん、ドラフト7位が EX7 さん、ドラフト8位クロクロさん、9位がメンさん、10位が TSK さん、11位がバッチョンくん、12位が HS さん、13位がタルボさん、14位ミヤさん、15位三日月さん、16位レアさん、17位三日月さん、18位 HYT さんとなります。はい、じゃあこちらですね。はい、サッカー今切れ。はい、よろしくお願いしますね。箱を取り出してから、小箱を取り出しますんで少々お待ちください。はい、今日は、BGB IM117 ですね。118の方も今ホームページの方で募集中です。今5スポット埋まってます。ですので残り13ですね。はい、これ6箱目。一応今日も10時ぐらいまで様子見ます。今もうゴスポまで埋まってますんで、まあ118もまあ埋まり次第ですけど、まあ埋まらなかったら明日ね、ちょっと受注状況見てからになりますが、一応やりますんでね。ぜひ118の方もね、ご注文よろしくお願いいたします。よいしょ。はい、マイク
はい、じゃあ、117ですね、よろしくお願いします。はい、まず、ベースカードはチェルシーじゃない、イタリアだ。はい、ルーキーカードですね、14番つけてますね。うん、RC。 はい、よいしょ。はい、はい、まずルーキーカードですね、イタリア、フェデリコさんで、次はハメスのジャージで30の99、これバイエル。はい、で50枚限定のこちらパッチですね、これはストロートマンってローマでしたっけ。うん、オランダじゃないようなパッチですね。はい、で次、おタグブーツか、これ。はい、ティム・ハワードのタグブーツですね、ブーツシグネチャーのタグパッチが入ってます。3枚限定の3番ですね、 US11 なんだ、やっぱ大きいですねサイズね。はい、30センチぐらいあるね。はい、この位置でこれが来ました。はい、で次はルーキーカード、こちらもアメリカですね。はい、アメリカですけど最後は性能。はい、おお、すごい、オランダのパッチ、しかも6辺少ないですよね、そういえば。あ、ちゃんと刺繍っていうか、なんだこれ、すごいな。あの、ペイントじゃないですよ。6辺の5枚限定の1番。で、6辺さんって結構下触れてるんですけど、これ入ってますね。これ、ここですね。左胸のライオンくんの背中？これが尻尾かな？ね。でも場所ね、わかると思います。ちゃんとした、ね、いい部分入ってます。5枚限定1番、6辺。6辺さん自体すごい少ないです、今回。はい、200個目。ね、6辺出ました。はい、ケンちゃんの25の25ですね。こちらイングランド。よいしょ。はい、まずケンちゃん、でジャージカードはハンダノビッチさんですね。はい、お、すごい、なんか連チャン奇跡ベイルのサインのとこ再び、はい、サインのとこだよねこれね。はい、昨日似たような部分出ましたね。もうちょっとこう左寄りだったかな。53の75、すごいですね。はい、昨日は18ぐらいの、まあ、下の何かと、はい、つけたような感じがします。はい、またオートのとこ、しかもね、下もちゃんと見えますねこれね。これはジャージかフッてなんだぞあれサイン扱いかもしれないですけどね、このぐらいでもねはい、で、ベロッティですね、38の75、これいった。はい、お、でメキシコがここに来ました。はい、で次誰でしょうかね。はい、せーの。はい、あ、文字わかんない、うん、でもここでわかっちゃう。はい、来まーす、せーの。はい、メッシのパッチオートです。はい、ちゃんと2からね、入ってますね。サインもいいですね。結構この右側が突き抜けちゃってるのが多いですけど、ちゃんと止まってます。突き抜けちゃうと3、オート9とかになっちゃうんだろうなと思いますけどね。はい、ちゃんと止まってます、いいですね。パッチオートのメッシ、5の30ですね。はい、綺麗ですね、いいですね。はい、メッシ1箱目が6辺の5尻のパッチオートで、オランダのパッチがちゃんと入ってたものですね。で2箱目がメッシですね。はい、一番上ミリックさん5165、
で、ジャージカードはライユーンですね。これが13-50。はい。で、ベイルの赤ジャージですね。29-99。お、はい。レデンプション誰だろう。せーの。はい。お、ブックレットに2つ来た。メッシとノイアーだ。ノイアー、ショープリじゃないかな。確か。はい。ノイアー、確か少ないはずです。ね。はい。で、次もいい。これはすごいな。モントリーブのパッチオートで、こっちがイタリアのロゴの中。で、こっちはプーマ。サイズじゃないか。タグかな。こっちがね、オーセンティックなんたらって書いてあるんですよね。はい。このイタリアの、ここですね。はい。そことプーマのダブルパッチ。18枚限定の10番。ジャージナンバー分のやつかな。どうでしょう。モントリーボ。ダブルパッチを。いいですね。はい。それとノイアーのブック。多分少ないかなと思いますけど。はい。で、下に。プジョル。40-50。この箱も、はい、良かったですね。はい、で、後半戦。前半は、6辺。まあ、SP ですもんね。で、メッシ。で、モントリボの E パッチ。ね。うん。それと、ノイアーのブック。ブックは2つですね。はい。ブラントさん。22-25。青パラスね。で、次もドイツ。あ、トニクロスのパッチついた。これはまあまあパッチの中でもいいんじゃないでしょうか。はい、10-10。ジャーナー8番なんですね。ドイツ。あ、10番はこの前の人ですね。ジュリアンさんがつけてるのかな。今ね。はい、次はダブルパッチ。50-10。これは、ヘルトンゲンさんかな。ベルギー。で、パッチオートのガヤですね。はい、10-25。10番が多いですね、今日。ね。10番何枚出た ?3 枚ぐらい出てますよね、なんかね。はい、10-25。でも、ジャーナンは18。おお次の10番。これは、パコさんね。はい、アルカッセル。一応、パッチオートです。まあ、うっすら赤とうっすら青が見えます。ちょうど、うん、ですね。はい、これ99-10。でも、ジャーナンは10、あ、9。ね。なんか、これ仕組まれてる。ね、10番ね。はい。で、一番下も、10番。でも、ジャーナンは9。10番出すぎですね、今日ね。はい、シアラーです。モダンマークス。10-35。はい。10番が異様に出てます。メッシは5か。はい、5箱目。はい、サネさん54-65です。ドイツ。よいしょ。はい。で、次はブーツメモラビリアですね。デパイ。これは20-75。こういう時に20っていう。ね、ジャーナ10なのにね。で、次は13-99、ロングさんのジャージ。で、こっからオート3枚パターンですね。9999のばっかです。はい。で、真ん中は、ベルギーの選手、ウェズリー・ソングさん。8-99。ああ、下もいいじゃないですか。いきますよ。せーの。はい。アルゼンチンのマラドーナ・バティのデュアルオートです。6-15。サイン3枚パターンでもこういうのが全然あるのでね。はい。全然いいと思います。6-15のマラドーナ・バティです。
うん、状態もいいですね。はい、それとメッシが出てます、アルゼンチンね、うん、ヒット、いいとこヒットがアルゼンチン、アルゼンチンで6箱目、はい、ジェズスの6465、よいしょ、はい、もう一丁ダブル以上来てくれ、はい、で次がプリッチですね、3575、面白い部分ですね、なんかね、はい、で次はガライさん18-99、はい、でこれもう4回ぐらい見てるのかな、クリロネのね25枚しかないんですよ、25枚からっていうやつですね、すごい少ないです、9-25、はい、でここが誰だ、プロメスさんね、10-10です、はい、でした、あ、10-10、あ、9番か、そっかじゃあせーの、はい、お、デュアル来た、はい、チェルシーですね、ダビド・ルイスとゲイリー・ケーヒル、6-10、2桁か両方ね、はい、チェルシーのデュアルが来ました、デュアル、デュアル、メッシブックパッチオートね、という感じですね、まあ、かなり、うん、ロッペンのパッチもいい部分です、まあ、4、あとノイヤー、モントリボの鬼パッチ2つ、まあ、ここで6番までは、うん、確実に、まあティム・ハワードはまあ、うん、まあプライスはつくでしょうからね、3枚限定でね、はい、という感じですね、あとシアラーいますからね、シアラーで7-8ぐらいじゃないかなと思われます、あとはまあ、単品のパッチがちょこちょこ出てますし、ベールのね、あのサインのところもありますから、はい、という感じです、まあやっぱアベレージ高いですね、非常にいいですね、はい、よいしょ、うちももうちょっと仕入れればよかったと思います、3桁じゃ足りなかった感じですね。はい。まあ、もうあと、ないんでね。はい、ぜひ、ご参加くださいね。はい。じゃあ、117の方ね、ご参加されたお客様、ドラフトリストを店長にお送りしていただくことになっております。ドラフト順位に応じたセット数を選んでいただいて、希望順にしていただいたリストを店長にメールしていただきます。期限は明日の夜8時までですね。メールに記載していただきたいことは、BGB の番号、BGB の IM117、それとハンドルネーム、この2つを忘れなくお願いいたします。店長、メールをこういただいて、検索にかけて、リスト引っ張りますんで、そこだけよろしくお願いします。はい。じゃあ、ですね、117、これで終わります。ですね、カードの画像のアップは多分、まあ、9時前後、9時前ぐらいにアップしたいと思います。はい、そのくらいにはできるかなと、はい、あとはですね、はい、もう一回も言ってきました、118の方ですね、こちら今現在5スポット埋まっております、はい、残り13ですね、これ7時半ぐらいの段階です、はい、ですので118も埋まればですね、はい、9時半か10時ぐらいまでちょっと様子見たい、まあ、9時半ぐらいかな、とりあえず様子見たいと思います、あなたの一票をぜひよろしくお願いします。はい。三日月さんと SCH さんが待っておりますんでね。はい。まあ、ワンスポでも全然、ね、楽しいですから、ぜひ参加していただけたらと思います。118の方ホームページから、参加できます。はい。ビアロージ、ね、ブログスポーツカード、まあ、ブログスポーツでも、はい、カードでも、検索していただければ、うちのホームページ出てきますんで、そこのグループブレイクですね。はい、ここを押しますと、ね、この今キレート現在募集中のものが出てきますので普通にご注文いただければと思います、はい、今日解散する分に関してはもう事前支払いで、ね、初めての方はお願いいたします、はい、という感じです、じゃあ、117の方これで終わりますね、118ぜひよろしくお願いします、はい、じゃあ117の方ね終わります、ありがとうございました、またよろしくお願いします。